4つの中から今週は本物を当てていただきます。 It's me の嘘つき4択 VTR スタート。 It's me の嘘つき4択、本物を探せ。趣味を生かしたぶっ飛びアイデア、4つの中で3つが嘘で本物が1つ。まずはタヒチからのぶっ飛びアイデア。こちらのミッシェル・ユーゴンさんの職業はレストランのオーナーであります。そしてこの人の極めつけの趣味がグラススキー。実はこのオーナー、生まれてから15歳になるまでフランスで過ごしたこともあってスキーは大好きなんですね。ところがタヒチには雪がないのでグラススキーで我慢してるというわけなんです。しかしスキーへの思いは募ります。そんなミッシェルさんがこんなことを思いついたのです。なんとレストランの中に人工雪を降らせようというものなんですね。これなら雪を見たことがないタヒチの人にも大受け間違いありませんね。ただ最大の難点は店内の温度管理だそうですね。さあ今日は試運転の日です。果たしてうまく雪を降らせることができるでしょうか。というわけで最初はタヒチからスノーレストラン。続いてもタヒチからのぶっ飛びアイデア。こちらのヘイファラ・マノイさんは明日のゴーギャンを目指す画家であります。この方の趣味はというとパラセイル。今を見つけては空中散歩を楽しんでおります。青い海、青い空、確かに気持ちよさそうですね。ところがマノイさん、最近自分の絵に行き詰まりを感じていたのです。さあダメか。そんなマノイさん、こんなことを思いつきました。なんと空飛ぶアトリエを作ろうというのです。これなら気分一新となり趣の違った絵が描けると思ったのです。椅子の材質を超軽量のものにし、安全対策にも万全を払ったそうです。この設計図通りに仕上がれば理想通りの空飛ぶアトリエになるわけですね。さーてと、今日はテストフライトの日。ヘルメットをかぶり始めました。準備万端、果たして見事飛べるでしょうか。というわけで2番目はタヒチの空飛ぶアトリエ。さあ今度はアメリカからこんな方をご紹介いたしましょう。スティーブン・ロバーツさんは大の自転車好き。休日はもちろん、通勤も自転車、お昼の休み時間も自転車。実はこの方の職業はコンピューターのコンサルタントなんですが、寝ても覚めても考えることは自転車のことばっかりでございます。そんなスティーブンさんがこんなことを思いついたのです。なんとコンピューターを自転車に積み込み走るオフィスを作ることだったんです。まあこれなら一日中好きな自転車に乗れますものね。ソーラーシステムでエネルギーを確保し、オフィスとは衛星を使ってオンラインされます。さあ念願のオフィス自転車が完成してきました。果たして設計図通りできたでしょうか。おお、というわけで3番目はアメリカからオフィス機能完備自転車。最後もアメリカからこんな方をご紹介いたしましょう。この方エリック・ガードさんはサバイバル生活の大の趣味であります。仕事が終わると自宅近くの公園でサバイバル生活を味わいます。そんなエリックさん、最近本職に飽き飽きしていたのでありました。そんなエリックさんがこんなことを思いつきました。なんと自宅を改造してジャングルハウスを作ろうということだったんです。そして自分の生活を見せ物にしようというのですね。設計者との打ち合わせも綿密に行います。彼の理想はジャングルを作るだけではなく、爬虫類なども生きたまま住まわせてより本格的なものにしたいということなんですね。さあジャングルハウスが完成しましたが、理想通りできたでしょうか。おお、というわけで最後はアメリカからジャングルハウス。さあこの4つの中で本物は1つ、一体どれでしょうか。イッツミーの嘘つき4択、はい、この4つでございます。まずはタヒチから。スキー好きのレストランオーナーが考えたスノーレストラン。次もタヒチから。パラセールが好きな画家が考えた空飛ぶアトリエ。3番目はアメリカから。自転車が好きなコンピューターコンサルタントが考えたオフィス機能完備自転車。最後もアメリカから。ビジネスマンが考えたジャングルハウス。はい、この4つの中から本物1つ、残りの3つは嘘でございます。参ります。さあみんなで考えよう。スノーレストラン、空飛ぶアトリエ、オフィス機能完備自転車、ジャングルハウス、この4つのうち本物が1つだけ。参りましょう。皆さん答えを一斉にどうぞ。さあそれではまず山下さんから参りましょう。アトリエ、アトリエ、空飛ぶアトリエ、お一人です。俺だけ？そうです。
だってね、空飛ぶアトリエってのはゴーギャンだとかなんかそういうのに無理やり持っていこうというね、糸が見え見えですから、あんなゆら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 筆だってあんな細かいタッチの時こんなこと本物当てるんですよ、山城さん。え本物当てるの？リーダーがゆら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 したら書けないじゃないですか。ここからが僕ですよ。いやもうそのゆらゆらしながらいつもにないタッチで書けるんだよ。今週は意固地だね。意固地だね。しかしこれは別に間違ってると言ってませんよ、私は。まだアトリエ俺だけ、アトリエ一人だけですよ。この発想にはなかなか作者がならないと思うんだ。だから本物じゃないと取り付けてますね。いや本物ですよ。本物を勝てるんですから。だから本物ですよ。そうでしょ。はい、それではまみちゃん見てみましょう。はい、押し付きの完備自転車。これなんでこれにしたかっていうと、わけはないんですけど、全部一応ジャングルハウスとアトリエで迷ってこれのこと忘れてたんですね、なんか頭から抜けてて、あこういうなんかところにもしかしたらあるんじゃないかな、ラッキーなポイントはと。なるほど、忘れがちなところに。わかりました、はい、同じ。僕正直言って嘘を当てるんだと思ってました。そうでした。自信しましたね。自信しました。もう楽になったでしょ、それで。これで偶然ですね、はい。まあ、これもしかし当たってる可能性ありますから、うん、はい、はい、まみちゃんと同じ答えで、山崎さん参りましょう。オフィス完備自転車、あの出演してる人の目が一番なんか生き生きしてたんで、一番輝いてる、なんか本当に好きなんだなと思ってそれに惹かれて。わかりました。この答えしました。はい、はい、同じ答えのマイケルさん。僕の場合ですね、設計図、はい、あの設計図がすごい細かいんですよ。なるほど。前からちゃんとできてる細かい設計図だったんで、逆に設計図があんまりあれすぎるとハマってしまうってこともありえますけど、まだ分かりません。はい、そして最後がお二人同じ答えです。まずはミネさんから参りましょう。はいはい、ジャングルハウス。これはですね、私やはりこれもう見た時にですね、もうジャングルハウスしかない。あ、どうしてですか。ジャングルハウスは林屋林の家、これは私の運命かなと思って、わかりました。一つよろしくお願いします、ね。いろんな意味を含めて。なんかちょっと寂しいこと言ってましたけど、根拠は。いや、ジャングルハウスが一番当たり前なんですよ。だからよくお店ありますからね、ジャングルっぽいお店。ほんでね、一番のポイントはオフィス付きの完備自転車、あそこで絵が描いたんでしょ、はいはい、まだ答えが出てないうちに、あれがね、すごい、ああいうのなかなか考えつかないんですよ。おー、なるほどね。なんか冴えてるね、ここのとこ。そう。でも答えはジャングルハウスでしょ。うん、だからおかしいな。どうしちゃったの。正解がいますかどうか。正解はこちらです。さて正解です。最初に動くのは、おっと、ジャングルハウスだ。見事にジャングルはできたのでしょうか。なんだ、何の変わりもない部屋じゃありませんか。というわけでジャングルハウスは嘘。続いて動くのは、空飛ぶアトリエが動いた。上空から美しい太陽が欠けているのでしょうか。おい遊んでる場合じゃないだろうよ。というわけで空飛ぶアトリエ、これもまた嘘。さて続いては、お、スノーレストランが動いた。見事に雪が降ってるか。これまた嘘だ。なんじゃこりゃ。というわけで残ったのはオフィス自転車が本物か。実はこのスティーブン・ロバーツさんはなんと1億5000万もかけてどこにいても仕事ができるというオフィス機能完備の自転車を作ったのであります。自転車に積まれた応援機器の電源は全て太陽電池で賄われているそうなんでありますが、またファックスやコンピューターは衛星回線とつながっていて、いつどこにいても仕事に支障をきたすことはないんだそうです。まさにアメリカ人らしい夢のオフィスというわけなんですね。いやー、から素晴らしい。この自転車のおかげで仕事も順調、いうことなし。というわけで本物の正解はオフィス機能完備自転車でした。マミちゃん、山崎さん、マイクル、富山さん、正解でございました。これは大変なことになってきました。非常に確率が高いマミちゃん、90万。はい、その代わり皆さん言ってください。破産もありますからね。破産も3人したら100万が出ちゃうよ、ここ。そうだよ、これも面白いな。はい、3人の方どうぞこちらの方へ。